プラスチックのノークノークとは、ナイフの切れ味とフォークのつく性能を持ったカトラリーであり、二つの食器の形状が掛け合わされている。このノークという名は、ナイフとフォークのカバン語である。フォークの形をした刃の外縁の片側ないし両側が、鋭くなっており、食べ物を切り分けることができるようになっているものが、一般的である。農クの良さは、片腕しか使うことのできない人間でも扱うのが、 容易であるという点にある。ロアルドダールの自伝、少年では腕を失ったがために農クの先駆けとも言うべき食器を発明したダールの父のエピソードが語られている。農クはネルソンフォークとしても知られているが、これは1797年に右腕をなくして以降、ノークのような食器を使った保冷ョネルソンにちなんだ呼び名である。ネルソンナイフという呼び名は一般的になったが、 実際に、ネルソンが使っていた食器は、農区にはそれほど似ていない。ネルソンの使っていたナイフは、アルファベットの J のような形をした葉の先に、短い3本の爪がついたものである。農区のような食器は1856年に、ジョージ・ワシントン・ビーンも発明している。ビーンも、また大砲の誤射が元で腕を失った男である。彼は、 自分が片手でも食事ができるように発明した道具をナイフとフォークのコンビと呼んでいた。ビーンは特許を取らなかったが、雑誌記事のためにノークを作った会社によって、社辞を受けている。農クに類似したデザインで、いくつもの特許が取得されている。例えば、アーサー・コックスのユズ 9687E、ヘンリー・ビゲローの US1294031A、 チャールズ・フランクの US2185,942A 万などである。側面が刃になったフォークも同じような食器と言って良い。ある意味ではペストリーナイフがノークの先駆けと呼べるかもしれない。食事を切り分けるためにナイフとして使えるようにデザインされたフォークでもあるからである。ありがとうございます。